の花山智之です。今まさに組織の中に身を置いてですね、何かこう人間関係の大変さを感じている人も多いと思うんですけれども、人間関係がちょっとうまくいかなくて、こう孤独な気持ちに陥った時に思い出してほしい言葉っていうのを今日は紹介したいなと思います。ルポライターの竹中ローさんの言葉なんですけれども、人は無力だから群れるのではなく、群れるから無力になる。群れるとですね、人はむしろこう弱くなってしまう。誰かがこうやってくれるだろうっていう、そんな気持ちも生まれるからですね。そしてまたこう意思決定っていうのも非常に難しくなって、やっぱり自分の一人の足で立つっていうのが、やっぱりこれはフリーランスだろうか会社なんか関係なく、そうした決意っていうのが必要になってくるので、まあ、孤独に陥った時っていうのは、むしろこの状況っていうのはポジティブに捉えてですね、この竹中さんの言葉を思い出して、少し自分を振り正してもらえればいいなと思いますし、まあ、かえってね、その方が今自分は強いんだという気持ちになれるかもしれません。